未来を知ることはできないんだけど、過去に起きたことをよく見て、それで未来を考えてみようというね、うん、これは唐の太宗が言った言葉とされてますね、うんうん、日本は中国のマネーを取り込むことを前提に動いてるわけですよね、うん、しかしこうやって見ると昨日湖北省そして武漢というのは、うん、この中国のど真ん中にあるんだというのがよく分かりません。内陸部だというのは聞きますけど、まあ、これ四方八方に厳密に言うと、うん、歴史的にはね、うん、長い間いろんな中国の王朝というのはほぼこのゾーンにあったわけです、うん、問題はそのプロパ、まあ、これ言い方は中国にあるんですけど、プロパーチャイナと歴史的に言われる部分の中心地はこう武漢なんですね、うんうん、未来を知ることはできないんだけど、過去に起きたことをよく見て、それで未来を考えてみようというね、うん、これは唐の太宗が言った言葉とされてますね、うんうん、さてそれを見ると出発点でまあここ行きましょう。1918年3月アメリカカンザス州でインフルエンザが流行します、うん、謎のインフルエンザが、これが全世界に広まるパンデミックを起こしちゃったんですね、うん、でこれはアメリカ CDC の記載によると全世界で少なくとも5000万人ってあるんですね、5000万人以上がこのインフルエンザによって死んだそうです、うん、もう恐ろしいことですよね。今どころじゃないですよこれは。そうですね、うん、でさて見てください、ここですね、第一次世界大戦が11月11日に終結しますよね。この間時間ありますよね。実はこの間アメリカはものすごい数の大軍隊をヨーロッパに派兵したんですよ、ね、うんうん、はい、でアメリカは戦勝国の地位を得るわけです、うんうん、これは最大時400万を超えたというから、うん、もうやっぱりアメリカすごいなと思いますよね、うん、こんな短期間にスラグの軍隊を大西洋を越えてね送り込む、だってその食料まで考えれば、うん、これは大変なことです。そうです、うん、でさてこの終結した後、翌年ベルサイユ宮殿で平和会議が開かれて、うん、でまあ、ドイツの敗戦処理の条約が結ばれますね、ベルサイユ条約が。でこれによってアメリカドルが国際決済通貨への道を進みます。どうしてかというと、結局ドイツにはイギリスとフランスはドイツに対して、うん、軍人恩給の支払いまで要求したんですよ。うーん、だから巨額な賠償になったんです、うん、しかもそれを何十年間とね、うん、一世代を超えて払えということになったわけですよね。払えっこないですよね。どうしたかというと、その時その時の支払い分をアメリカがドイツに融通する。ドイツはそのお金をイギリスとフランスに渡して今月分ですとかまあ、ね、って話しますと。でイギリスとフランスは実は第一次世界大戦の最中アメリカからお金借りたんですよね。なるほど。で戦争を戦ったわけですよ。それを返さなきゃいけないと。その返す原資はドイツからの賠償金の徴収だったんです。うん、でもあのことはない。アメリカがドイツに貸したお金がイギリスとフランスを経由してアメリカに戻ってくるという。なるほどね。こういう仕組みを作ったわけです、うん、でこれ全部これドルで決済してるわけだから、うん、あこれ自然と、あ全部じゃないけどかなりの分がドルだったのでアメリカドルがいきなり国際決済通貨になったわけですね。ちなみにこの、 その賠償金の、支払い受け取りを円滑にするために作られたのが国際決済銀行 BIS です。で今アメリカ経済を引っ張ってるのは Google、Apple、Facebook、Amazon、まあ、あとまあ Netflix とかこの4つの企業 ね、 ね、うん、非常に重要 で、はい、でこれ頭文字を取って GAFA だから、うん、まあ、GAFA と、ね、あるいは GAFA と、ね、いうわけですよね。それに対して中国の経済を、まあ、リードしてる、ね、企業は何かと、うん、でここが大事で、うんうん、なんかほら大事なことね、いいドラマなんだけど、うん、なんか宝山製鉄じゃないかと、うん、それは昔、うん、ね、今はバイドゥ、うん、アリババ、テンセント、ホアウェイっていうね、うん、この4つの会社の英語、まあ、アルファベットで書いた中国の発語をね、その BATH を取ってバースと、ね、うん、まあ、名付けようというわけですね。まあ経営者はこれがすごいですね、うん、ポイントはこの4社とも全部これは民営企業です、うん、国有企業じゃないんですね、うん、民間人が勝手に作って苦心惨憺して作り上げた会社なんですね、うん、でそれはこの会社っていうのが今完全に日本の同業他社を周回遅れにしてぶっちりリードですよね、うんうん、
方、あと宇宙とその地球の間の通信ができるようになると、その赤星人だと、そのそれはどういう意味を持つの？いやだからもう例えば宇宙ステーションと、うん、そのこういう話ができるわけですよ。まあ僕ら宇宙ステーションと話すことはないだろうとは思うんだけれど、だから今でもいろんなことができそうですね。デレーが大きすぎちゃって、ええ、意味ないわけですよね。そうですね、うんうん、時々やるじゃないですか、イベントとして、はい、宇宙ステーションに、ね、うん、連絡してやってるけど、うん、なんか間が出てるでしょ、うん、でもあれはなくなっちゃうと、セックスがなくなるって言われて、この回線とかが太くなって、まあ、太くなるだけじゃないですよ、回線の本質がもっと言うと完全に、ね、バーチャルリアリティになりますよ。どういうの？今スクリーン見てるでしょ、はい、そうじゃなくて人間の神経にダイレクトに送れるんじゃないですか。どんなのができちゃうの？それって 3G みたいなことですか？分かんない、もうもはや想像がまあ追いつかないんですけど、うん、いやもうリアルに見てるように見える。見えるんですか、うん、それをなんかこういうの開くと見えちゃうようになるんですか？いや開くだけで開かないですよ。何かこう人間の神経にヒットさせる方を考えるでしょうね。ああそうなんだ、うん、いやこれはなんかそのまあユニバースが2つぐらいはできるんだろうなっていう気がしてきますね、うん、これ去年の7月1日に椿山荘、はい、枯れ切って、うん、日中産業協力フォーラムで開かれました、うん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 、秘密じゃないのに、うん、なぜか NHK も、うん、日本経済新聞も、うん、一行も報じませんでした、うんうん、でどういうのかというと、これがそのポスターですね、うんうん、中日産業合作論壇ね、うん、中央で書いてますね、うん、で東京で書いてあるでしょ、はい、うん、でそこの企業ここに書いてますよね、うん、拡大してください、次です、ね、野村、うん、大和証券、うん、野村証券大和証券ね、うん、あとみずほフィナンシャルグループ、うん、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、うん、あと SMBC フィナンシャルグループ、うんうん、三菱メガバンク全部揃と二大証券が組んで、うん、はい、中国投資有限責任行使、これは中国のいわゆる政府系投資ファンドです、うんうんうん、それが中国でしょ、うん、それが組んでやったフォーラム、うん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 、なのに、うん、日本では誰もニュースにしなかった、うん、誠不思議ですよね。誠不思議で、もう英語ではチャイナ、ジャパンチャイナビジネスサミットね、うん、でもう一枚紹介しましょうか。ほら富士山とバニラ朝食ね、それぞれを象徴する、うん、で野村大和ね、うん、三大メガバンマでしょ、うん、ね、中国投資有限責任行使ね、うんうん、中金行使ね、これ新満ね、証券ですね、銀河証券ね、うん、中信建設証券と、うん、そうですね、中国の三大証券会社に、うん、ね、これはあのやっぱり政府系の金融機関です、 CICC という投資あの銀行ですね、これが、うん、一緒にフォーラムやったんですよ、うん、これはすごいことですよね、うん、これ行かれたんですか？行ってないです、行ってないです、行ってない、うん、私は当事者じゃないです、はい、でどういう人が来たかって、うん、でもね、中国が発表してるか分かった、うん、ね、そのこの中国、これは2005年設立した投資ファンドで、うん、資産規模102兆円、うん、そして今のところ日本単一投資は公表されてて、まあ、7500億円ぐらいですね、うん、でそこにこういうのが出ると、うん、ね、うんうん、何を話したかって来たから、うん、どういう人になると、うん、まずこの、ね、中国投資の当事長会長が来てます、うん、福田康夫元総理が講演します、はあ、うん、国際協力銀行、政府系の銀行のね、国際協力銀行の現職総裁が来て、うん、あと中国銀行、これ中国の四大国有銀行の一角ですね、うん、主に国際業務を担当しますけど、うん、そこの頭取が来てます、うんうん、講演してます、うん、でも、うん、日本のメディアはニュースにしてた。おかしいですね、なんで秘密会議、ニュースバリューがないと思ったんでしょ。本当ですか？私はこれはないと思う、うん、しかもその時同時に100の、つまり中国企業100社と日本企業100社がおよそね、それが一対一でお話しするという機会を設けたと、うん、だからその椿山荘を借り切ってやったわけですよね。で主に製造、医療、うん、消費、うん、ね、テクノロジー、メディア、テレコムの4分野、うん、医療が入ってますよね、うんうん、大きいです ね、うん、で次でこういった日中産業協力基金でこういうファンドが設立されたそうです。うん、しかもね、地方政府もスタッフも参加したと、うんうん、日本側は大阪、うん、維新の方々が、うん、与党の、うん、
大阪、うん、岡山、うん、松山、宇都宮、まあ、こういうところです。北京、重慶、成都、青島、青島、うん、こういうところの起きたと、うんうん。日中で800から1300人。大イベントですよね。うん、だけど、誰も報じない。ね、安倍政権は、これあの、福田さんのお名前はありましたけどね。安倍総理は来てないようですよね。安倍さんは、ねうん、来ないし。でも現職閣僚なんかは顔出してるわけではなさそうですね。わかんない。でもこれだけの報道しないから分かんないもん。え？報道しないから。なるほど。うん、でも言えることは、うん、これ明らかに日本政府も、うん、もう 100% ね加担してますよね。うん、そういうのがあれば来ないですよね。うん、そんな三代目がランクにね。日本政府だけではなくて財界がですね。ね。でしょ。あと中国側もそうでしょ。あの、うん、なるべく言えば。と、うん、いうことはこれはもうすでに日本は中国のマネーを取り込むことを前提に動いてるわけですよ、ね、うんうん、日中協力ってもうすでに中国の方が巨大すぎちゃって、うんうんうん、対等の関係じゃありえないですよ、うんうんうん。